ソ連対日参戦とは、満州国において1945年8月9日、未明に開始された、日本の関東軍、シ品派県軍と極東ソ連軍との間で行われた、満州、北朝鮮、北市における一連の作戦、戦闘と、日本の第五方面軍とソ連の極東ソ連軍との間で行われた南カラフと、千島列島における一連の作戦、戦闘である。 ソ連は、満州、カラフト、千島侵攻のため、総兵力147万人、戦車、自走砲5250両、航空機5170機を準備し、8日夜に戦線布告、9日未明に、満州への侵攻作戦を、11日にカラフトへの侵攻作戦を開始した。この侵攻は、日本の降伏を決定づけた。 日本の防衛省防衛研究所戦支部では、この一連の戦闘を大祖防衛戦と呼称した。日ソ戦争とも呼称された。19世紀の帝政ロシアの時代から日本は大ロの軍事的な衝突を予想し、その準備を進めていた。ロシア革命後、ソ連は世界を共産主義化することを市場目標に掲げ、ヨーロッパ並びに東アジアへ勢力圏を拡大しようと、 積極的であった。他方、日本は第一次世界大戦の連合国とともに、シベリア出兵でソ連政府の打倒を目指した。日本を除く連合国が1920年に撤兵した後も、日本は出兵を継続したが、内外の反対の声が高まり、ようやく1922年シベリアから撤退した。 極東での日ソの軍閣競争は1933年からすでに始まっており、当時の日本軍は大祖戦備の拡充のために本国と現地が連携し、関東軍はその中核となって軍事力の育成を推進したが、1936年頃には戦備に決定的な開きが現れており、師団数、装備の性能、陣地、飛行場、遠平施設の規模内容、 平坦にわたって極東ソ連軍の戦力は関東軍のそれを大きくしのいでいたと言われる。チョーコボン事件やノモンハン事件において、日ソ両軍は戦闘を行い、関東軍はその戦力差を認識したが、陸軍省では南進論が力を得て、関心は東南アジアへと移っており、軍備の重点も太平洋戦争勃発で南方へと移行する。 1943年以降は南方における戦局の悪化によって関東軍の戦力を南方戦線へ振り分けざるを得なくなった。満州国における日本軍の軍事力が低下する一方でドイツ軍は敗退を続け、ついに1945年5月8日にナチスドイツが降伏したことによりソ連軍にヨーロッパ戦線から撤収する余力が生じ、 ソ連の対日参戦が現実味を帯び始める。ソ連はクルスクの戦い以後、対ドイツ戦で優勢に転じていたが、同じ頃アメリカは対日戦で南洋諸島を中心に攻勢を強めていた。ルーズベルト大統領は太平洋戦争での日本の降伏にはソ連の対日参戦が有益と見ていた。1943年10月、連合国のソ連、アメリカ、 イギリスはモスクワで外相会談を持ち、コーデルハル国務長官からモロトフ外相にルーズベルトの意向として、チシマ列島とカラフ島、ソ連領として容認することを条件に参戦を要請した。この時ソ連はナチスドイツを敗戦させた後に参戦する方針と回答した。1945年2月のヤルタ会談ではこれを具体化し、 ドイツ降伏後3ヶ月での対日参戦を約束。ソ連は1945年4月には1941年に締結され5年間の有効期間を持つ日ソ中立条約の延長を求めないことを日本政府に通告した。ヨーロッパ戦勝記念日後はシベリア鉄道をフル稼働させてソ連と満州国の国境に陸軍による軍事力の集積を行った。 日本政府は、日ソ中立条約を頼みに、ソ連を仲介した連合国との外交交渉に働きかけを強めて、絶対無条件降伏ではなく国体保護や国土保衛を条件とした友情を降伏服に何とか持ち込もうとした。しかし、ソ連が中立条約の不延長を宣言したことや、ソ連軍の動向などから、ドイツ降伏1ヶ月後の戦争指導会議において、 総合的な国際情勢について議論がなされた。ソ連の国家戦略、極東ソ連軍の状況、ソ連の輸送能力などから、ソ連軍の構成は時間の問題であり、今年の8月か遅くても9月上旬あたりが、危険、8月以降は限界を要すると結論づけている。7月26日、ポツダム宣言が発表されたが、日本政府はこれを目殺した。 関東軍首脳尾も事態を重く見ていなかった。総司令官は8月8日には心境を立ち、関東局総長に要請されて結成した国防団体の結成式に参列していたことに、それは現れている。時の山田総司令官は戦後に祖軍の進行はまだ先のことであろうとの気持ちであったと語っている。ただし山田総司令官は 事態急変においては直ちに心境に帰還できる、準備を整えており、事実ソ連軍の攻勢作戦が発動して、すぐに司令部に復帰している。なお、6月に大本営の第五課課長白木松生大佐は心境において状況の切迫性を当時の関東軍総参謀長に説得したところ、東京では、初衆の行はほとんど絶対的に危機だとし、 今にもソ軍が出てくるように見ているようだが、そのように決めつけるものでもあるまいと反論したと言われており、ソ連軍の構成をある程度予期していながらも、重大な警戒感は持っていなかった。関東軍第一課においては、参謀本部の情勢認識よりも、はるかに楽観視していた。この原因は、作戦準備が全く整っておらず、戦時においては、 任務の達成がほぼ不可能であるという状況がもたらした希望的観測が大きく影響した。当時の関東軍は少しでも戦力の差を埋めるために人地の増設と武器資材の蓄積を急ぎ基礎訓練を続けていたがソ連軍の進行が冬まで持ち越してもらいたいという願望が極東ソ連軍の広報補給の準備は10月に及ぶとの推測になっていた。つまり 関東軍作戦下においては、1945年の夏に限界体制で臨むものの、ドイツとの戦いで受けた損害の補填を行う、ソ連軍は早くとも9月以降、さらには翌年に持ち越すこともあり得ると判断していたのだった。この作戦下の判断に基づいて、作戦命令は下され、揮下全部隊はこれを徹底されるものであった。関東軍の前線部隊においては、 ソ連軍の動きについて情報を得ており、第三方面軍作戦参謀の改装によれば、ソ連軍は満ソ国境三方面において兵力が拡充され、作戦準備が活発に行われていることを察知、特に東方面においては過去少なくとも200門以上が配備されており、ソ連軍の進行は必至であると考えられていた。そのため8月3日、直通電話によって、 関東軍作戦下の作戦班長、草地帝護参謀に情勢判断を求めたところ、関東軍において、ソ連が今直ちに攻勢を取り得ない体制にあり、参戦は9月以降になるであろうとの見解であると回答があった。その旨は関東軍全体に明示されたが、8月9日、早朝、草地参謀から見事に奇襲されたよとの電話があったと語られている。 さらに第四軍司令官、上村紀夫中将は、情勢分析に非常に熱心であり、7月頃から、タイズ北及び西方面における情報を収集し、独自に総合研究したところ、8月3日にソ連軍の対日作戦の準備は終了し、その数日中に進行する可能性が高いと判断したため、第四軍は直ちに対応戦備を整え始めた。また8月4日に、 関東軍総参謀長が、ハイラル方面に出張中と知り、機関途上の父春飛行場に着陸を要請し、直接面談することを申し入れて、見解を伝えたものの、総参謀長は、第四軍としての独自の対応については賛同したが、関東軍全体としての対応は考えていないと、伝えた。そこで、上村軍司令官は、部下の軍参謀長を、西方面。 作戦主任参謀を北方面に急破して、ソ連軍の進攻について警告し、進攻が始まったら計画通りに敵を拒否するように伝えた。他方、北海道、唐太、千島方面を管轄していた第五方面軍は、アッツ島玉砕やキスカ撤退により、千島への圧力が増大したことから、同地域における対米戦備の充実を施行。唐太においても、 国境付近より南部の用地の防備を進めていた。が、1945年5月9日、大本営から対米作戦中、祖国参戦セルバイにおける北東方面と祖作戦、計画要領で大祖作戦準備を指示され、再び大祖作戦に転換する。このため、陸上国境を接するカラフトの重要性が認識されるが、兵力が限られていたことから、 北海道本島を優先、たとえソ連軍が進行してきたとしても兵力は増強しないこととした。しかし、上記のような戦略転換にもかかわらず、国境方面へ重当する兵力量が定まらないなど、実際の施策は停滞していた。千島においてはすでに政界圏が危機に瀕していることから、北千島では現状の兵力を維持、中千島兵力は 南千島への抽出が図られた。カラフトにおいて陸軍の部隊の主力となっていたのは第88師団であった。同師団は偵察等での状況把握やソ連軍闘争の情報から8月構成は必死と判断、方面軍に報告するとともに師団の体操転換を上進したが、現体制に変化なしという方面軍の回答を得たのみだった。 大祖作戦計画が整えられ、各連隊長以下島内の主要幹部に大祖転換が告げられたのは8月6.7日の豊原での会議においてのことであった。千島においては前期の大本営からの要領でも地理的な関係もあり、対米戦が重視されていたが当初戦を前提とした陣地構築がなされていたため仮想的な変更は それほど大きな影響を与えなかった。ソ連の有利を生み出したのは数ではなく訓練と装備、そして戦術だった。ソ連戦士によれば大祖防衛戦におけるソ連軍の構成作戦の概要としては、第一にシベリア鉄道による鉄道輸送を用いて圧倒的な兵力を準備し、第2にその集中した膨大な戦力を取得しつつ、 満州地方に対して東西北からの3方面軍に編成して分身攻撃を行い、第3に作戦発動とともに吸収を加え、即戦即決の目的を達することが挙げられる。微視的に見れば、ソ連軍は西方面においては左翼一部を除いて大部分は遭遇戦な方式でもって日本軍を撃滅しようとし、一方東方面においては 徹底的な陣地攻撃の方式をとっている。北方面は東西の戦局を見極めながらの攻撃という支援的な作戦であった。北カラフと及びカムチャツカ方面では、開戦の初期は防衛にあたり、満州国における主作戦の進展次第で南カラフと及び千島列島への進行を行うこととした。当初ソ連軍の満州進行作戦計画は、 同方向の構成軸に大兵力を集中投入する伝統的な突破戦略であり、攻撃方向は北満のボタン港、七春方面へと向けられていた。しかし、満州北東部に配置された関東軍の強固な要塞地帯の妨害が予想され、突破後の関東軍主力の殲滅を考慮した場合、北満からの単調な構成は日本軍主力を取り逃がす。 危険性があった。そこで極東ソ連軍総司令官、ワシレフスキー元帥の下で3個の正面軍が編成され新たな対日作戦計画が立案された。ソ連軍首脳部は独ソ戦の経験に基づいた迂回軌道による方位と重心進行を組み合わせた戦略を新たに採用し3方向からの新たな構成戦略を立案。3方面から 満州内部に向けて進撃し、第一極東正面軍とザバイカル正面軍が、東西領端から新橋、吉林付近で合流し、関東軍を南北に分断、第二極東正面軍とともに北に残された、関東軍部隊を巨大な包囲網の中で殲滅する。ソ連極東軍が要する唯一の機械化軍である、第六新鋭戦車軍は、大港安令と砂漠地帯が立ちはだかる、北西。 西部正面のザバイカル正面軍に配置された。北東、東部正面は関東軍主力と要塞軍が密集しており、関東軍の意表をついた重心進行を実現させるためにも、あえて戦車、機械化部隊の進撃が困難と予測される、西正面に投入されることとなった。最高層司令部の構想では、これらの機械化兵力は、 日本軍の孤立した抵抗拠点のすべてを迂回し、迅速に砂漠地帯を横断して、日本側が脅威を認識する前に、大公安令の峠道を制圧することになっていた。満州での作戦に備え赤軍の軍事機構は、極端に特殊化されていた。どの狙撃手団も、独立戦車旅団1個、自走砲、連隊1個、砲兵連隊2個を持ち、 重心の突破と追撃用の先遣隊を編成することが可能となっていた。西部からの戦略的突破を担当する第六新鋭戦車軍も再編され、2個戦車軍団のうち1個が機械化軍団に置き換えられ、2個自走砲旅団、2個軽営法旅団に支援部隊が加わり、戦車、自走砲戦19両を要した。この編成は独ソ戦時の戦車軍よりも、 1946年に編成された機械化軍や1941年の機械化軍団に近かった。最高総司令部は戦後の理想的な軍隊を編成する場として満州を選び、後の標準となる様々な新しい組織と概念を試験しようとしていた。満州での作戦はその後何十年にもわたってソ連陸軍で研究されるほどの機動戦の傑作と なった。南カラフト及び千島列島への進攻に関しては、ソ連海軍、特に太平洋艦隊は、艦艇不足であった。このため事前にレンドリースの一環として、アラスカにおいて、アメリカとソ連の合同で艦艇の対応と乗組員の訓練を行う、フラ計画が実行された。戦闘序列1945年の満州方面における、 日ソ両軍の配置局とソビエト軍総司令官、アレクサンドル・バシレフスキー・ソ連邦元帥、モンゴル、人民革命軍総司令官ホルロー議員、チョイバルサン元帥、兵員157万7725人、下砲2万6137門、戦車、自走砲556 55両、航空機3446機を装備。関東軍関東軍は、満州防衛のため、 ソ連との国境24の永久要塞を建設していた。東安市要塞、アジア最大の地下要塞。東安市へ、砲兵連隊が配置された。水噴火要塞本設が要塞古道要塞、シベリア鉄道を指認する戦略上の要所にあり、東西約1 0トル南北約4トルの規模を誇る。姿勢4 1 90式24センチメートル列車カノンを筆頭に大口径庁射程重砲が配備された。各自爆発要塞、コン要塞、黒川要塞会へしゃげしか要塞、ハイラル市を取り囲むように周囲の山に陣地が築かれ、最大3万人が収容できる大陸屈指の要塞であった。西部防衛の養語歌市要塞六名台要塞関月台 要塞病霊要塞法別へしゃげ、要塞法省用塞艦等軍の作戦構想とは、要塞軍の密集する東部、北部に主力部隊を配置して、ソ連軍を阻止し、西方面では、蓄字的な交戦と段階的な交代行動によって、敵部隊を消耗させつつ連協戦意等の山岳地帯に誘導して、ここで敵主力を可能な限り叩き、最終的には、通過、 林港を中心とする総副閣内に立てこもる。また、満州各地で広く遊撃戦を行い、できる限りソ連軍の戦力を破砕する。ただし一部の前進を組織退させるための玉砕的な戦闘も予想しうる。交代の際には、敵時交通要所や重要施設は破壊して、敵の行動を妨害する、というものだった。日本軍は満州の地形を、 最大限に利用し防衛計画を立てた。満州の農業と工業の大半は平野部に集中し、味方から囲む山岳と森林が天然の要害となっていた。特に西部の大港湾令は標高900メートルに達し、わずかな峠道も湿地帯で覆われ、機械化兵力の通行に適していなかった。 全部太平力の比率は日満軍1に対して赤軍は1.15であり単純な兵員数に大きな差はなかった。ただ戦車と砲の数はソ連が圧倒的であり日本軍を満州の天然の要害を生かして兵器面での劣勢を総裁した。西部が通行不能な地形なため日本軍は東部、北部、北西の鉄道沿線と 国境要塞戦に戦力を集中し、第一方面軍だけが重心的防御体制をとっていた。西部の海へしゃげしか要塞が純粋な防衛拠点なのに対し、東部のことを、水噴火、あずまやすし要塞は反撃用の構成拠点としての機能も有していた。東部の三要塞には、砲兵部隊が重点的に配置され、ことを、水噴火、あずまやすしのラインが、 主力決戦用の構成拠点として整備された。六名台五箇市関月大要塞は、関撃部の防衛とソ連軍の構成を阻止し、日本軍の反撃を支援する攻防両面の機能を兼ね備えていた。西部正面の海へしゃげしか要塞は、東部での反撃が完了するまで、西部のソ連軍構成を抑止することが求められた。北部、西部は、 東部での決戦が完了するまで主制に徹し、東部での作戦が完了次第、撤退を開始、ソ連軍主力を山岳部に誘導し東部の日本軍主力と合流した上で、撃破作戦に移行する。日本軍の要塞陣地は単純な防御施設にとどまらず、敵を効果的に分断、撃破する、機動専用の戦略拠点として機能した。戦術理論として、 一定の合理性を持つ作戦であったものの、当時の情勢と関東軍の準備状況などからは、遊撃戦の展開や段階的な交代は、非常に実行が困難な作戦であった。日正面のソ連軍の機候部隊に対しては、第44軍と第108師団を配備したに過ぎず、またこれらの部隊も、火力、機動力ともに、機候部隊に対しては、不足しており、実戦では、 かっこ撃破される危険性が高かった。また、関東軍は戦力の差を縮めるためにゲリラ戦を重視していたが、これは現実的に難しく困難であった。東部正面においては元来工事の準備が遅れており、陣地防御もままならない状況であった。通信網でさえ第一戦の部隊と司令部間であっても通じておらず、第一方面軍司令部と 第5軍司令部の通信は8月14日になってからであった。第5方面軍第88師団においては、対米戦に対応していた時期から、第88師団は、カラフ島を、前と久春内を結ぶ線で2分、それぞれで自活しつつ来航する敵の殲滅にあたることとし、やむを得ない場合に時給戦に移ることとし、同時に北海道との連絡維持を任務としていた。 北部では八方山の陣地を軸とし、その西方山地や東方の群道沿いに北上、新興軍の翼に反撃、通ドラ地帯内か西方山地に圧迫撃滅を図るものであり、南部では上陸阻止を第一としていた。目標が大祖線に切り替わると、異北で小林大佐指揮下の不評を第125連隊が八方山の複角陣地などを活用し、 持給戦に当たり、南進阻止を起きとするとした。イナンの地域では、東半部を、不評第306連隊制半部に、不評第25連隊を置き、師団主力は、国境ソ連軍の擁撃には当たらないとする旨が、伝えられた。また、豊原畜司令部により、1945年3月25.26日には、法人7688名を、 地区特設警備対応員として、招集、教育しており、住民を利用したゲリラ戦をも想定していたとも言える。第91師団においては、他の当初と同じく北千島においても、水際直接配備が当初は主であったが、戦訓から自給戦による、出血供与へと方針が転換された。しかし陣地構築の困難さから、公兵については水際に重点が置かれた。 極力水際で打撃を与えつつ、進出起没の奇襲で全身を地帯させるという、村上大隊の戦闘計画に掲げられた任務は、その高齢と言えよう。全体の婦人は2点3点したが、最終的には、バラムシル海峡重視の配備となっていた。防御に徹した教育訓練がなされたことや、徹底した自給自足により、栄養不良患者をほとんど出さなかったのも特徴である。 第7師団第7師団の主力は北海道東部にあり、本部は帯広にあり、不評第27連隊と不評第28連隊はそれぞれ、釧路と北見にあります。国後島と北見地内と根室に上陸するソ連軍の場合、予備チームとして使用できるのは不評第26連隊のみです。第十二師団第十二師団と層や要塞、中東軍が 北海道北部と宗谷地域に配備されました。戦闘序列関東軍総司令官、山田乙三大将兵員約70万、下砲約1000門、戦車約200両、航空機約350機第5方面軍、樋口喜一郎中将居留民への措置関東軍と、居留民には密接な関連があり、関東軍は居留民の措置について、作戦立案上検討している。 交通連絡船、生産、補給などに大きく、関東軍に貢献していた開拓団はおよそ132万人と考えられていた。海戦の危険性が高まり、関東軍では巨流民を内地へ移動させることが検討されたが、輸送のための船舶を用意することは事実上不可能であり、朝鮮半島に移動させるとしても、いずれ米ソ領軍の上陸によって戦場となるであろう。 朝鮮半島に送っても仕方がないと考えられ、また輸送に必要な食料も目途が立たなかった。それでも、関東軍総司令部平坦班長、山口俊次中佐は、労養婦女や開拓団を国境沿いの放棄地区から抵抗地区候補に引き上げさせることを総司令部第一課に定義したが、第一課は居留民の引き上げにより、関東軍の交代戦術が、 ソ連側に暴露される可能性があり、ひいては、ソ連侵攻の誘い密になる恐れがあるとして、大祖性質保持を理由に却下している。状況悪化に伴い、満州開拓総局は開拓団に対する非常措置を地方に連絡していたが、多くの居留民、開拓団は悪化していく状況を深刻に捉えていなかった。また満州開拓総局長、 斉藤中条は開拓団を交代させないと決めていた。加えて事態が深刻化してから東京の中央省庁から財満居留民に対して交代についての考えが示されることもなかった。関東軍の任務として在外法人保護は重要な任務であったが大素性質保持を理由に国境付近の開拓団を避難させることもなかった。ソ連進行時、 引き上げ命令が出ても一部の開拓総局と開拓団が軍隊の交代主制を理解せず退避を良しとしなかった。この判断については当時の多くの開拓団と開拓総局の人々の無敵と謳われた関東軍に対する過度の信頼と情報の不足が大きな要因であると考えられる。8月9日、ソ連軍との戦闘が始まると直ちに大本営に報告し、 命令を待った。命令が下されたのは、翌日10日で、10日9時40分に、総参謀長搭載のもとに、官民軍の関係者を集め、具体的な居留民退避の検討を開始した。同日18時に、民、官、軍の順序で、新京駅から列車を出すことを決定し、正午に、官民の実行を要求した。しかし、 官民両方ともに14時になっても避難準備が行われることはなく、軍は1時間の無駄もできない状況を鑑みて、結局民、官、軍を順序とする避難の構想を発揮し、とにかく集まった順番で列車編成を組まざるを得なかった。第一列車が新橋を出発したのは予定より大きく遅れた11日1時40分であり、その後総司令部は2時間ごとの運行を予定し、 大陸鉄道司令部に対して食料補給などの避難措置に必要な対策を指示した。現場では混乱が続き、故障、渋滞、死体、事故が続発したために避難措置は非常に困難を極めた。結果として最初に避難したのは軍家族、満鉄関係者などとなり、暗黙として国境付近の居留民は置き去りにされた。これらに加えて辺境における。 巨流民については、第一戦の部隊が保護に努めていたが、ソ連軍との戦闘が激しかったために、救出の余力がなく、ほとんどの辺境の巨流民は交代できなかった。特に国境付近の巨流民の多くは、根こそぎ動員によって戦闘力を失っており、死に物狂いでの逃避行の中で戦ったが、侵攻してきたソ連軍やボートと化した、満州民、貴族などによる暴行。 略奪、虐殺が相次ぎソ連軍の包囲を受けて集団自決した事例や各地にわずかに生き残っていた国境警察隊員、鉄路警護隊員の玉砕が多く発生した。弾薬処分時の爆発に避難民が巻き込まれる東安駅爆破事件も起きた。また、第一線から逃れることができた居留民も、飢餓、疾患、疲労で多くの人々が途上で、 行き分かれ、脱落することとなり、収容所に送られ、個人や満州人の妻となる人々も出た。当時満州国の首都新京だけでも、約14万人の日本人市民が居留していたが、8月11日、未明から正午までに18本の列車が新京を後に、3万8000人が脱出した。3万8000人の内訳はこの時、 列車での軍人家族脱出組の指揮をとったのは、関東軍総参謀長、畑彦三郎夫人であり、またこの一行の中にいた関東軍総司令官、山田乙三夫人と共の者はさらに平壌からは、飛行機を使い8月18日には無事日本に帰り着いている。当時新京在住で、夫が官僚だった藤原邸による、流れる星は生きているでは、避難の連絡は、 軍人と官僚のみに出され、藤原邸自身も避難連絡を近所の民間人には告げず、自分たち官僚家族の仲間だけで駅に集結式者で脱出したと記述している。また、辺境に近い北部のボタン港に居留していた中西彩は避難しようとする民間人がボタン港駅に殺到する中、軍人とその家族は 民間人の裏を書いて駅から数キロ離れた地点から特別列車を編成し脱出したと証言している。ソ連軍の進行ルート戦線布告は1945年8月8日、ソ連外務大臣、ビアチェスラフ・モロトフより、日本の佐藤直武中ソ連特命全権大使に知らされた。事態を知った佐藤は、東京の政府へ連絡しようとした。ビアチェスラフ・モロトフは暗号を使用して、 東京へ連絡することを許可した。そして、佐藤は、モスクワ中央電信局から、日本の外務省本省に打電した。しかし、モスクワ中央電信局は、受理したにもかかわらず、日本電信局に送信しなかった。8月9日午前1時に、ソ連軍は、対日攻勢作戦を発動した。同じ頃、関東軍総司令部は、第五軍司令部からの緊急電話により、 敵が攻撃を開始したとの報告を受けた。さらにボタンコーシガイが敵の空爆を受けていると報告を受け、さらに午前1時30分ごろに新疆郊外の艦上後が空爆を受けた。総司令部は急遽対応に追われ、当時出張中であった総司令官山田お三さん大将に代わり、総参謀長が大本営の意図に基づいて作成していた作戦命令を発令。 東正面の敵は攻撃を開始せり、各方面軍、各軍並びに直轄部隊は侵入する敵の攻撃を排除しつつ速やかに全面回戦を準備すべしと伝えた。さらに中央部の命令を待たず午前6時に戦時防衛規定、満州国防衛法を発動し、関東軍満粗防国境警備要項を発揮した。この攻撃は、 関東軍首脳部と作戦家の楽観的観測を裏切るものとなり、前線では準備不十分な状況で敵部隊を迎え撃つこととなったため、積極的反撃ができない状況での戦闘となった。総司令官は出張先の大連でソ連軍進行の報告に接し、急遽司令部付け偵察機で帰還して午後1時に司令部に入って総参謀長が代行した措置を容認した。 さらに総司令官は、区内府に赴いて、不義皇帝に状況を説明し、満州国政府を臨港に選挙することを勧めた。皇帝不義は、満州国閣僚らに、日本軍への支援を自発的に命じた。ソ連軍では、ザバイカル正面軍、関東軍では、第三方面軍がこの地域を担当していた。日本軍の9個、師団、3個独根旅団、 二個独立戦車旅団機関に対し、ソ連軍は、狙撃28個、機兵5個、戦車2個、自動車か2個の、各師団、戦車、機械化旅団等18個という大兵力であった。関東軍の要塞地帯と、主力部隊及び国境守備隊は、東部、北東正面に重点配置され、西部、北西正面の守りは、手薄だった。方面軍主力は、 最初から国境のはるか後方にあり、開戦後は新疆方天地区に兵力を集中しこの方面でソ連軍を迎撃する準備をしていたため、日正面に機械化戦力を重点配置していたソ連軍の一方的な進行を許してしまった。逆にソ連軍から見ると日本軍の抵抗を受けることなく順調に進撃した。第六新鋭戦車軍は、 わずか3日で450キロも進撃した。同軍の先法は、ボルコフ中将の第9新鋭機械化軍団が務めたが、アメリカ製のシャーマン戦車が湿地帯の峠道に足を取られ、第5新鋭戦車軍団の T34 部隊が、代わりに先導役を務めた。第39軍の側面援護の下、第6新鋭戦車軍は、満州西部から迂回しつつ、 鉄道沿線の日本軍を殲滅していった。8月15日までに、第6新鋭戦車軍は、大公安令を突破し、第三方面軍の残存部隊を相当しつつ、満州の中央渓谷に突入した。一方第三方面軍は既存の築城による抵抗を行い、ゲルラ戦を敵地に行うことを作戦計画に加えたが、これを実現することは、訓練。 遊撃拠点などの点で困難であり、また、飛行部隊に抵抗するための火力が全く不十分であった。同方面軍は8月10日朝に、方面軍の主力である第30軍を鉄道沿線に集結させて、担当地域に分割し、ゲリラ戦を実施しつつ、ソ連軍を擁撃しつつも、第108師団は交代させることを考えた。このように、方面軍総司令部が、 関東軍の意図に反して部隊を交代させなかったのは居留民保護を重視することの姿勢であったと後に第三方面軍作戦参謀によって語られている。関東軍総司令部はこの決戦方式で挑めば一度で戦闘力を消耗してしまうと危惧し不同意であった。ソ連軍の進攻が大規模であったため総司令部は朝鮮半島の防衛を考慮に入れた段階的な 交代を行わねばならないことになっていた。前線では苦戦を強いられており、第44軍では8月10日に新境に向かって交代するために8月12日に本格的に交代行動を開始し、日正面から進行したソ連の主力である第6新鋭戦車軍は各所で日本軍と遭遇してこれを破砕、撃破していた。ソ連軍の気候部隊に対して 第2航空軍が一人立ち向かい12日からは連日攻撃に向かった。攻撃機の中には前段打ち尽くした後、敵戦車軍に体当たり攻撃を行ったものは相当数に上った。ソ連進攻当時国境線に布陣していたのは第107師団でソ連第39軍の猛攻を一手に引き受けることとなった。師団主力が迎撃態勢をとっていた最中。 第44軍から、新疆付近に交代制よとの命令を受け、12日から撤退を開始するも、すでに退路は遮断されていた。ソ連軍に包囲された第107師団は、北部の山岳地帯で、地球戦闘を展開、終戦を知ることもなく、包囲下で検討を続け、8月25日からは、南下した第221狙撃師団と遭遇、このソ連軍を撃退した。 関東軍参謀2名の命令により停戦したのは29日のことであった。ソ連モンゴル軍は、外猛虎から内猛虎へと進行し、タリン、カルガン口へと進撃、関東軍とシナ派遣軍の連絡線を遮断した。ザバイカル正面軍は、西方から関東軍総司令部の置かれた心境へと猛進撃し、8月15日には、間近にまで迫り北東部。 東部で奮戦する関東軍の連絡線を立ちつつ、あった。旅順に進駐し、海軍機を掲げる太平洋艦隊所属の海軍不評東方面においては、日本軍は第一方面軍が、ソ連軍は第一極東正面軍が担当していた。日本軍の10個師団と独立混成旅団、国境守備隊、機動旅団各1個に対し、ソ連軍は35個師団と17個戦車。 機械化旅団機関であった。日本の第一方面軍は国境の既存防御陣地を保守し、ソ連軍の主力部隊が侵攻した後は、後方からゲディラ戦を持って奇襲を加える防衛作戦を計画していた。ボタン航位北約600キロに第5軍、南部に第3軍を配置、同方面軍の任務は侵攻する敵の破砕であったが、二次的なものとして満州国と、 朝鮮半島の交通路の防衛、方面軍左翼の交代行動の支援があった。しかし、日本軍の各部隊の人員や装備には深刻な欠員と欠数があり、特に陣地防御に必要な定数を割り込んでいた。同方面軍の主力部隊の一つであった第五軍を例に挙げれば、ボタンコ沿岸、東京城から横道側この線において敵を拒否する任務を担っていたが、 銃剣、軍刀、弾薬、燃料だけでなく、火器、火砲にも、欠数が多く、銃、軽機関銃、敵弾刀は、定数の3分の1から3分の2程度しかなく、また火砲は、第124師団、第135師団ともに、定数の3分の2以下、第124師団は、野砲の欠数を3砲を混ぜて配備し、第135師団は旧式機砲。 迫撃砲で野砲の欠数を補填しているほどであった。一方、メレツコフが指揮する第一極東正面軍は、日本軍の強固な要塞地帯の攻略を担当し、最も困難な任務を抱えていた。メレツコフは、奇襲を成功させるため、通常の準備砲撃を省略し、雷雨の中偵殺大隊を越境させた。30分後には、不評部隊が日本軍の陣地に浸透し、 機械化兵力の前進路を切り開いた。核狙撃手団は、3加の戦車旅団を解き放ち、核戦車旅団は1日で、満州領内22キロの地点に到達、日本軍の要塞は迂回し後続の部隊に排除を任せた。実際の戦闘においては、第25軍、第35軍団を主力部隊とする、極東方面軍の激しい攻撃を受けることになった。店長さん。 関月大の守備隊は敵に包囲され、天朝山守備隊は15日に全滅、関月打つは10日に陥落した。また八面通り正面では秋飛行守備隊は9日に、全滅、十文字峠、梨山、青木霊廟の守備隊も10日に、ソ連軍の圧倒的な攻撃を受けて、陥落、残存した一部の部隊は交代した。平洋付近では、前方に展開していた。 警備隊がソ連軍の攻撃で全滅し、残りの守備隊は8月9日に夜半撤退したが、10日にソ連軍と遭遇戦が発生し、離脱したのは850人中200人であった。このように各地で抵抗を試みるもその戦力差からことごとくが撃破、殲滅されてしまい、ソ連軍の攻撃を地帯させることはできても、阻止することはできなかった。東部正面最大都市。 ボタン港にソ連軍主力が向かうものと正しく判断した清水司令官は第124師団、その後方に第126、第135師団を配置、全力を集中してソ連軍進行を阻止するよう承知した。ソ連第5軍司令官、クルイロフ大将は増強した戦車旅団をボタン港に差し向け、さらに2個ソ撃師団を出撃させた。 牧両を守備する第124師団の一部は12日に突破されたが、後続のソ連軍部隊と激戦を続け、肉薄攻撃などの必死の攻撃を展開、第126、第135師団主力とともに15日夕までソ連軍の進行を阻止し、この間にボタン公在留邦人約6万人の交代を完了することができた。ボタン校には、 戦車旅団に先導された4個狙撃手団が殺到し、2日に渡る壮絶な紫外線の末、日本軍5個不評連隊が全滅した。ボタン高頭側陣地の防御が限界に達した第5軍は17日までに60キロ正方に後退、そこで停戦命令を受けた。南部の第3軍は一部の国境配置部隊の他主力は後方配置していた。 8月16日にはボタン講師が陥落した。一方この正面に進行したソ連軍第25軍は北戦の港湾と満州との連絡遮断を目的としていた。ラシコの第128師団、コンハルの第112師団はそれぞれ予定の陣地で激戦を展開、多数の死傷者を出しながら停戦までソ連軍大兵力を阻止した。 広い地域に分散孤立した状態で攻撃を受けた第三軍はよく前線して各地で首都を繰り広げたが停戦時の17日にはソ連軍が第二戦陣地に迫っていた。1945年モンゴル人民軍が戦争に参加ンカ州国の北部国境地域、ソンゴ方面及びハイラル方面でも日本軍は抵抗を試みるもソ連軍の物量を背景にした。 攻撃で後退を余儀なくされていた。孫悟正面においては、ソ連軍は36軍、39軍、53軍、17軍を呼び、ソモ連合機動軍をもって8月9日に、飛行部隊を先遣隊として攻撃を行ったが、当時の天候が雨であったために、沿岸地区の地形が伝令となって、飛行部隊の機動力を奪ったため、作戦は当初を地した。 日本軍は第123師団と独立混成第135旅団で陣地防御を準備していたが、第2極東方面軍の第2赤英軍が11日から攻撃を開始した。ソ連軍の攻撃によって一部の陣地が占領されるも残存した陣地を活用して反撃を行い、抵抗を試みていた。しかし、兵力の差から後方に迂回されてしまい、 防衛隊は離脱した。また、ハイラル正面においては、ソ連軍は、ザ・バイカル方面軍の再左翼を担当する、第36軍の部隊が進行し、日本軍は、第119師団と独立混成第80、旅団によって抵抗を試み、極力、ハイラルの陣地で抵抗しながらも、戦況が悪化すれば後退することが指示されていた。第119師団は停戦するまで、 ソ連軍の突破を阻止し、戦闘ではソ連軍の正面からの攻撃だけでなく、南北の近接地域から別動隊が進行してきたために交代行動を行った。北朝鮮においては、第34軍が6月18日に関東軍の励下に入り、7月に観光に集結した。戦力は第59師団以外は非常に低水準であり、 兵隊補給も滞っていた。開戦して、第17方面軍は、関東軍総司令官の指揮下に、第34軍は、第17方面軍司令官の指揮下に入った。また、ラナン士官区部隊は、本土決戦の一環として4月20日に編成された部隊であり、2個不評補充隊と、5個警備大隊、特設警備大隊8個、降車砲、中隊3個、 工兵隊三個などから構成されていた。第一線の状況としてソ連軍の進行は部分的なものであった。観光方面では第34軍はソ連軍に対して平壌への進行を阻止し、朝鮮半島を防衛する目的で配備され、野戦築城を準備していた。しかし終戦までソ連軍との交戦はなかった。一方でラナン方面では、 ソ連軍の太平洋艦隊北朝鮮作戦部隊、第1極東方面軍、第25軍、第10機構軍団の一部が来襲した。12日から13日にかけて、ソ連軍は、カイロから北朝鮮の有機とラナンに上陸してきた。8月13日に、ソ連軍の偵察隊が気圧に上陸し、その日の正午に攻撃前進を開始した。ラナン区部隊は、 上陸部隊の準備が整わないうちに撃滅する作戦を立案し、ソ連軍に対抗して出撃し、上陸したソ連軍を分断、ソ連軍の攻撃前進を阻止するだけの損害を与えることに成功し、水際まで追い詰めたが、14日、復業まで気圧に圧迫し、ソ連軍の進攻を阻止する中15日には新たに、ソ連第13海兵旅団が上陸、北方から、 狙撃師団が接近したので決戦を断念し、防御に転じた時に8月18日に停戦命令を受領した。当時日本が領有していた南カラフと千島列島は、アメリカ軍の西部アリューシャン列島への反攻撃かゆえ急速強化が進んだ。1940年12月以来同地区を含めた北部軍管区を管轄してきた北部軍を、 1943年2月5日には、北方軍として改編、翌年には、第5方面軍を編成し、千島方面防衛にあたる、第27軍を新設、第1飛行士団と共にその励下に置いた。結果、1944年秋には、千島に5個士団、フトに1個旅団を要するに至る。しかし、本土決戦に向けて、戦力の抽出が始まると、 航空戦力を中心に兵力が転用され、1945年3月27日に編成を完了した第88師団や第89師団が加わったものの、航空兵力は貧弱なままで北海道内と合わせ80機程度にとどまっていた。他方、ソ連軍は同方面を試作戦と位置づけており、その行動は偵察行動にとどまっていた。 1945年8月10日22時、第二極東戦線第16軍は、8月11日10時を、帰して、カラフト国境を越境し、北、太平洋艦隊と連携して8月25日までに、南カラフトを占領せよとの命令を、受領、ようやく先端を開く。しかし、準備時間が限定されており、かつ、日本軍の情報が不足していたこともあり、 各陛下部隊には、具体的な任務を示すには至らなかった。情報不足は深刻で、例えば、カラフトの日本軍は戦車を保有しなかったにもかかわらず、第79狙撃師団に、対戦車予備が新設されたほどであった。北千島においてはさらに遅れ、8月15日に、ようやく作戦準備及び実施を、内時、8月25日までに、北千島の占い、森島、 バラムシル島オンネジメコ担当を占領するように命じた。カラフトの日本軍は、1941年の関東軍特殊演習から大祖戦準備をしていたが、太平洋戦争中盤からは大米戦準備も進められて中途半端な状態だった。第88師団が主戦力で、内不評第125連隊が国境方面にあった。対海戦後は、 特設警備隊の防衛召集や国民義勇戦闘隊の義勇召集が実施され、人地構築や避難誘導を中心に活動した。居留民については、1944年秋から第五、方面軍の避難指示があったが、資材不足などで進んでいなかった。ソ連軍進行後に、第88師団とカラフト町長官、豊原海軍物管府の協力で、 23日までに87,670名が離島できた。その後の自力脱出者を合わせても、開戦時住民約41万人のうち、約10万人が脱出できたに過ぎない。なお、戦後の引上げ者は、軍人、軍属2万人、市民28万人の合計30万人で、残留した、朝鮮系、住民2万7千人を除くと陸上戦の、 民間人死者は約2000人と推定されている。口術の引上げ船での犠牲者を合わせると約3700人に達する。カラフトにおけるソ連軍最初の攻撃は8月9日7時30分ぶりかの国境警察に加えられた砲撃である。11日5時頃からカラフト方面における主力とされたソ連軍第56狙撃軍団は 本格的に進行を開始した。カラフト中央部を通るハンダ経由のものと、安別を通る西海岸ルートの2方向から侵入した。他方、日本軍は9日に方面軍の出した積極戦闘を禁ずという命令のため、選手防御的なものとなった。後に、この命令は解除されたが前線には届かなかった。日本軍は国境付近のハンダ 10km ほど、 後方の八方、山陣地において陣地防御を実施した。日本の第5方面軍は航空支援や増援作戦等を計画したが8月15日に中止となった。戦闘は8月15日以降も継続しむしろ拡大していった。日本政府からの明確な指示が出ないままソ連軍による無差別攻撃に対応し日本軍も自衛戦闘として 応戦を続けた。16日には、東路、めぐみ首都リエ、ソ連軍が上陸作戦を実施。20日には、モーカへも上陸し、この際に逃げ場を失った電話交換女子たちが集団自決するモーカ郵便電信局事件が発生した。モーカの不評、第25連隊は、ソ連軍による軍師殺害事件が発生したため自衛戦闘に移った。 熊笹峠交退しつつ抵抗を続け、23日2時頃までソ連軍を拘束していた。8月22日に千鳥にて停戦協定が結ばれるが、赤十字のテントが張られ、白旗が掲げられた豊原駅前にソ連軍航空機による空爆が加えられた数の死傷者が出た。同日朝には、カラフトからの引き上げ船、小笠原丸、第二号進行丸。 タイトーマルがルモ用キでソ連軍潜水艦に攻撃され1708名の死者と行方不明者を出した。その後もソ連軍は南下を継続し24日早朝には豊原に到達、カラフト町の業務を停止させて日本軍の施設を接収した。25日にはオードマに上陸、カラフト全土を占領した。アリューシャン列島からの撤退により、千島列島、 中でも占い、森島をはじめとする北千島が脚光を浴びる。当初はアッツ島からの空爆に対する防空船が主であったが、米軍の反抗に伴い兵力増強が図られる。本土決戦に備えて抽出がなされたのはカラフトと同様であるが、北千島はその補給の困難からある程度の数が終戦まで確保された。防衛計画は、 台米戦における戦訓から、水際直接配備から、自給抵抗を施行するようになったが、陣地構築の問題から、砲兵は、水際配備とする変則的な布陣となっていた。8月9日からのソ連対日産戦後も、特に動きはないまま、8月15日を迎えた。方面軍からの18日16時を期限とする、戦闘停止命令を受け、兵器の蓄次処分等が始まっていた。 だが、ソ連軍は15日に、千島列島北部の占い森島への進行を決め、太平洋艦隊司令長官、ユマシェフ海軍大将と、第二極東方面軍司令官、プルカイフ上級大将に、作戦準備と実施を明示していた。18日未明、ソ連軍は、揚陸艇16隻、艦艇38隻、上陸部隊8363人、 航空機78機による上陸作戦を開始した。投入されたのは第101狙撃師団とペトルパブロフスク海軍基地の全艦艇など第128混成飛行士団などであった。日本軍第91師団はこのソ連軍に対して水際で火力防御を行い、少なくともソ連軍の艦艇13隻を沈没させる戦果を挙げている。 上陸に成功したソ連軍部隊が、島北部の403付近で、日本軍一個大隊と激戦となった。日本軍は、戦車第11連隊などを出撃させて、反撃を行い、戦車多数を失いながらもソ連軍を後退させた。しかし、ソ連軍も、再攻撃を開始し激しい戦闘が続いた。18日午後には、日本軍は、不評73両弾霊下の、 各大隊などの配置を終え有利な体制であったが、日本政府の意向を受け、第5方面軍司令官、樋口樋一郎中将の命令に従い、第91師団は16時に戦闘行動の停止命令を発した。停戦交渉の間も小競り合いが続いたが、21日に最終的な停戦が実現し、23.24日に渡り、日本軍の武装解除がなされた。 それ以降、ソ連軍は25日に松輪島、31日にウルップ島という順に、守備隊の降伏を受け入れながら、各党を順次占領していった。南千島占領も別部隊により進められ、8月29日にエトルフ島、9月1日から4日にクナシリ島、四股担当の占領を完了した。ハブマイ軍島の占領は、降伏文書調印後の、 3日から5日のことである。外地での戦闘が完全に収束する前に、1945年8月14日、日本政府はポツダム宣言を受諾し、翌8月15日、終戦証書が発布された。8月16日、大本営は、大陸令、第1382号により陸軍全部隊に、対し即時戦闘行動を停止、と命じたが、 止めムを独裁自衛のための戦闘行動派のボーケス、と自衛戦闘については除外した。その後、大本営は停戦命令を段階的に強化し、25日に自衛戦闘を含む一切の戦闘行為を禁止した。カラフトでは23日、シマでは25日までに戦闘が停止したが、満州では命令伝達の混乱から8月末まで戦闘が継続した。ソ連は、 日本と連合国が幸福文書への調印を行った9月2日の後も作戦を継続し9月5日ソ連軍は一方的な戦闘攻撃をようやく停止したソ連最高統帥部は日本政府の宣言受諾は政治的な意向であるその証拠には軍事行動には何ら変化もなく現に日本軍には停戦の兆候を認めないとの見解を表明し 構成作戦を続行した。このため、日本軍は戦闘行動にて、防衛対応するほかなかった。連合国最高司令官、ダグラス・マッカーサー・元帥は8月15日に、昭和天皇、政府、大本営以下、日本軍すべてに対する戦闘停止を命じた。この通達に基づき、8月16日、関東軍に対しても自衛以外の戦闘行動を、 停止するように命令が出された。しかし、当時の関東軍の指揮下にあった部隊のほぼ全てが、激しい攻撃を仕掛けるソ連軍に抵抗していたため、全く状況は変わらなかった。すでに17の要塞地区のうち16が、陥落指揮系統は分断され、関東軍は危機的状況にあった。8月17日、関東軍総司令官、山田大津大将が、 ソ連側と交渉に入ったものの極東ソ連軍総司令官バシレフスキー元帥は8月20日午前まで停戦しないと回答した。関東軍とソ連軍の停戦が急務となったマッカーサーは8月18日に改めて日本軍全部隊のあらゆる武力行動を停止する命令を出し、これを受けた日本軍は各地で戦闘を停止し、停戦が本格化することとなった。 その同日、バッシレフスキーは、ニコ狙撃手団に、北海道上陸命令を達していたが、カラフト方面の進撃の停滞とスタッフ化からの命令により実行されることはなかった。8月19日の15時30分、関東軍総参謀長、畑彦三郎中将は、ソ連側の要求をすべて受け入れ、本格的な停戦、武装解除が始まった。これを受け、 8月24日には、スタッフ課から正式な停戦命令がソ連軍に届いたが、ソ連軍による作戦は1945年9月2日の日本との降伏文書調印をも無視して継続された。結局ソ連軍は、満州、朝鮮半島北部、南カラフト、北、千島、エトロフ、国リ、シコタン、ハボマイの全域を完全に支配下に置いた9月5日に、 なって、ようやく、一方的な戦闘攻撃を終了した。大祖防衛戦は、満州国各地、及び、朝鮮半島北部などにおいて、後半に行われた。全体的には、日本軍が終始戦力格差から見て、各地で1日の間に陣地を突破される事態が、各地で発生し、突破された部隊は南方への抽出を受けて、全体的に戦力が低下しており、 戦況を立て直すことができず、いとも簡単に前線陣地を突破され逃げることがほとんどであった。北正面、東正面に戦力を集中していた関東軍は、西正面に投入されたソ連軍の機械化戦力を阻止できず内陸部への進撃を許してしまった。関東軍が主力を集中した北部、東部でも濃密な火力支援を得たソ連軍の起動により、 国境要塞軍は分断、包囲され次々と無力化され破壊されていった。国境要塞は基本的に関東軍が想定していた効果を発揮できなかった。各国境要塞は開戦後間もなく制圧され、五ヶ州要塞に至ってはわずか半日で陥落した。こと、あず安要塞は持ちこたえたが国境要塞陣地の 壊滅は関東軍の反撃計画を瓦解させた。しかし、編成が終了したばかりの新兵と不十分な装備という弱い部隊を強大なソ連軍が進撃してくる戦場正面に投入したが、交戦前に混乱状態に陥った部隊は皆無であった。例えば第五軍は絶望的な戦力格差があるソ連軍と交戦し、少なからぬ被害を受けたものの、 一個師団を用いて、公営都市、二個師団を後方に組織的に離脱させ、しかも陣地を新設して、要撃の準備を行い、さらに自軍陣地の後方に、各部隊を新たに再編して、予備兵力となる、予備野戦戦力を準備することにも成功している。このことから、非常に優れた指揮のもとで円滑に交代戦が行われたことが、伺える。また、既存陣地に配備された、 警備隊は、ほぼすべてが、現地の故障を命じられていた。これは後方に、第2、第3の予備陣地が構築されておらず、また増援が見込めないためである。そのため交代できない、日本軍の警備隊は、圧倒的な物量作戦で、波状攻撃をかけるソ連軍に対して、各地で悲壮な陣地防御戦を行い、そのほとんどが、担当地域で壊滅することになった。 満州の兵力の大半は南方栄転、昭和20年春からの根こそぎ動員により、壮年男子が招集されていたので、開拓団には老人、女性、子供ばかりが残され、平地の開拓団にはソ連参戦も日本敗戦も伝わらなかった。また、日ソ開戦前に関東軍が主力を北朝鮮方面に交代させたので、 ソマン国境付近の日本人開拓移民は戦場に取り残され、混乱の中で多数の犠牲者や孤児が出ることになった。大半の開拓移民や居留民は入馬社に荷を積み徒歩で都市部に向かう途上、ソ連軍や現地のボートの襲撃を受け、戦死あるいは自決、病死、栄養失調死も多かった。ソ連軍首脳部は日本軍と日本人に対する非人道的な行為を、 今占めていたが、ソ連軍の現地部隊はそれを無視しており、正当な理由のない発砲、略奪、強姦、車両奪取などが堂々と行われていた。また、推定50万人の避難民が発生し、飢餓と寒さで衰弱していった。関東軍は当時、武装解除が行われており、具体的な対応手段は完全に封殺され、失われていた。このような中で、ソ連軍から、 支配地を引き継いだ八祖ジ軍による圧政から通過事件のような虐殺事件が起きた。ソ連軍は開拓団で退避した人々の群れを見ると機銃奏者を浴びせた。それでも逃げる在留邦人を今度は中国人農民が非族となって襲撃し虐殺して死者の衣服まで奪い取っていった。8月14日に起きた核混病事件では 数千人の避難民が退避している際に、ソ連軍から一斉射撃を浴びた後、戦車に引き殺された者も,もあり、女性将校に指示され、キビ畑の空地に集められた。母子約30人に、ソ連兵が銃を撃ちまくって全滅させる場面もあった。生き残った子供も暴民に拉致され、売り飛ばされるなどした。その後生存者も死者も、中国の暴民によって、衣服を剥がされ、交換された。また、 吉林省付与県の開拓団の事例では、親しかった中国人がボート襲撃の情報を教えてくれたので、竹槍などで武装して戦ったが、中国人ボートの数は2000人にも及び、付女子以下自決して272名が死んだという。その他、トンカ事件、ボタンコ事件、マヤマ事件などが起こった。このような逼迫した状況下で、関東軍の現地責任者は、 一刻も早くこの現状下に鑑み現地での状況を東京に逐次伝え、ソ連に対してこのような事態を一刻も早く改善するようにと外交的交渉を早く進展するようにと求めることが限界であった。この時点で本来なら関東軍を式特戦して励ます。はずの上層部はすでに航空機等で本土に、 いち早く退避しており、満州国に残された現地の責任者等は、このような現地状況を日本政府に電報を使用して再三にわたって送り続けた。一方日本政府は連絡船などによる内地向け乗船に満州からの避難民を優先するようにと本土より打電をして取り計らっていた。この時内地に戻ることができず、現地に泊まった。 在留法人は中国残留日本人と呼ばれており、日中両国の政府や NPO による日本への帰国や帰国後の支援などにより、問題の解決が図られているが、終戦から70年が経った後でも完全な解決には至っていないのが現状である。また、カラフトでは在下バコリアンの問題が残っている。 関東州を含めた在満州日本人居留民は155万から160万人、その約14%に当たる27万人が開拓民であり、うち7万8500人が死亡した。これは日本人死亡者17万6000人の45%に当たる。ありがとうございます。